うです。いいとこでしょ。金持ってから。ボディーボード。レコーディング一日目スタート。慣れることしないでしょ。よろしく今日。そんなことしないでしょ。今日よろしく。まあ、やったことないじゃんこれ。それやったことないよ。生きり癖がね、手数すげえ増えてたもんね。いやもうあれより増えてんだよ。生きり癖がダメだ。生きてこ。どのとこだ。チューニングだって言うんだけど、A、E、M、ほぼほぼ上みたいな。A、E、M、ほぼほぼ上みだけ。それはなく一発入れる。だけ入れて。リッチな音もするチェシーだから感じはする。うん、ふくよかだよね。あの 60? 60すごいリッチでいいですね。なんかリッチなんだ。ゴワーって感じじゃないですね。やっぱそのチャンネル絞ってるからだと思うんですけど、うん、なんかリッチな、なんかマッチリプロのね、120じゃないわ、あれか、あの時は160。結構いいよ。いいね。うん、なんかリッチな音しない、うん、JC っぽくないんだよな。でもマッチレスではないよ。マッチレスではないわ。まあね、リッチっていう言葉だけで選んだ感じがする、歌うときびっくりしないで。うん、また変わったと思って。うん、辻も同じ音で入ってると思う。ドゥ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 。隙間をなくするか、別のポリリズムにするかで埋めてってほしい。わ。タララ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 ラ難しいフレーズにしちゃった。うん、あの上はどう感じる？OK 了解っす。じゃあちょっと待ってます、うよし、じゃあ国光。結局俺の好きなところも降りてきちゃうから、もう思い切って。まあ、俺はでも国光が好きなようにやったらいいと思うんだよ。思い切って上にしちゃった方が。
でも存在感はいいよ。あの いることが分かるぐらいの、いることがもう明確に分かるラインで俺と辻との距離感をちょっと詰めてあげれば、 その、トータルバランスの中で辻だけがなんか下になってるっていう感じじゃなくなる。普通にとりあえず会議室はローミットは500ぐらいのところを俺切りたいで、プレゼンスのところを上げたいって感じ、うん、そうね、 上の領域をちょっと入れて俺にグッと来たら、あとは水木君がちょっと上に行くのにキャラクターをガラッと変えたりとかで、この関係性すっげえ、ちょっといじってもらって、聞いてます。いいと思う、はい、めちゃくちゃいいと思うから、あともう、うん、水木くんもちょっと、ま、そうだ、どうも松浦彩です。マジ私なのキュートなのどっちが好きなの。あ、本当だ。ちょっと今俺暇なんです。ちょっとおかしくないです。でしょうね。解いた方がいい。やりましょう。原因とりあえず分かんないんで、それ掴めるように。今のさ、アルペジオをやってるところ。はい。関係ない。うん、やっぱ竿ですね。竿ですね。ちょっと弦変えてみようか。変えるか。二弦だけ変えてみる。音的には問題なかったでしょ。二弦の除けば。うん。いや、すごくいいよ。国に優しいし。ということは。何が気になっていた。これが本当の俺なんですか。それカットするから残念ながら伝わらない。じゃあこれで最後歌とかありで全体聴いて、はい、しゃあ、うまっ。単独取ります。どう？ユージ。ユージいないっす。ユージいないっす。ガース。伊勢が明日朝一。オッケー。元気な時に取ります。はい。これも。おし。おせんじゃねえのか。めっちゃ早い。ちょっと三時間ぐらいかかってねえか。めちゃくちゃ三テイクしか取ってない。ドラム押しよ。ドラム押しよ。ちょっとドラム3時間かかりました。クノもう飲めるってことなんで。じゃあクノと音でマスター、はいはいはい、ちょっとこれでワンコラス、バランスをしてください。あ、オッケー。絶対決めます。もうちょっと近くからですね。はい。聖書何回かやって聖書します。これはまあなんとか合わせにいきます、うん、まあ、最後の遅くなるところから、うん、決まってないの。リットからでいい。はい、リットからでいいです。あ、でもこれ最後だけだよ、今の最後だけだよ。待ってたよ。いや、気持ちよくもう少しやる。そこだけ苦悩が引けば合うんだよ。確かに。
もちょっと運指が。見てる印象があるんだけど、そうですね、止まるところとかもしかしたらそう降りてあげた方がなんかギターとレンジが離れて良さそうな場所もありそうだなってちょっと思った、聞いてた感じはね。もう弾きすぎて疲れちゃった。一日中弾いてるわ。レコーディングあるある。そう、本当は何時だろう、16時ぐらいから弾き始める予定ですが、もう今18時半、ちょっと押してます。朝より絶対上手くなってるからね今。クラシックもまだ結構何本かある。あ、どうだろう、見てみよう。ついにクラシックドゥリルドゥリルルって前からやってた。やってるけど、多分あんまりうまく決まってない。一発でやってるから。なんか、すごい初耳感すごかったの。次は水木くんですね。リーダー。ドクロってか、いつも9時からバーベキューはちょっと厳しいな、きっと。でしょうな。10時だな、10時目標。でもまあもう他のことギターでも起きる可能性あるってことだよね。いや起きないです。ああ起きない。ジャズマスでは起きないですけど。ああスケールがちっちゃいからじゃなくて。いやちゃんと調整されてるからさ。ああそっか。ちょっと一回とりあえず応急処置としてはもうこれ以上俺は、うん、できないか。まあそれだったらもう、うん、それこれにあ近づけるべく。いい音なのそうだね。でももうしょうがないよね。しょうがない。厳しいね。厳しいね。戦いましょう。時間かかると思う。うん。あ、ちょっと、はい。どうしよう。しょうがない。辻抜きだ。そう。全然ダメなんだギター変わってるじゃん、うん、からそれでもしかしたら、うん、その合うところが出てくるかなっていう感じは、うん、そうかちょっとその予感はちょっとあるから。バズラさん、これ今キックなんですよね。ああもうこっちいいですね。差し替えじゃいい曲です。コメントも適当なんじゃん。ここに引っ張っていいのと、浮いてタラーンってなるところはもうごく小さく、すごくダイナミクス小さく撫でるぐらいでいい。で歌入ってきたら普通のその弾き方で OK。高速コマネチ得点映像ですね。高速コマネチ見えないんだよね。高速コマネチ。もう真っ暗になったしね。もう本当だ。早いよね。出るよ。そろそろ。だって11時ぐらいに来たのにもう9時だよ。もうすぐで12時間だよ。早いな。一曲12時間だとまあ準備も含めたらまあまあやっぱ時間かかるね。はい。買ってますねこれトラブルが。あれ国光って押してます。なぜだ。例
トラブルあったしね。大丈夫っす。いいものができてますからね。もう一回だけやらして。今のところまでをもう一回やらしてください。めちゃくちゃ近いよ、これ。はい。すげえ、すげえ気になるから、それ短くしてくれん。これすげえ気になると思うし。あのね、すげえ気になる。やっぱりさ、はい、最初イントロのさ、飯田となんかアルペジオのハモリみたいになるとこ、うん、もう一回ちょっと聞いていい？うん、イントロ3に入る前ですかね。OK。よかったよ。うん。じゃあそんな続きからやります。チューニングしてからやります。はい。いいやつだな、お前。先回りした。先回りした。チューニングしてくれてたんだよね。いや、そうです。してくれてたんだよ。から止まるとこまでもう一回やるってことね。はい、やります。はい、行きます。ありがとう。お願いします。ありがとう。毎回お礼言われるスタイル。重い。いや、感謝の気持ちだね。美しいよ。いくぞ。お願いします。有機的ですごくかっこいいと思うな、はい、まあ、裏にしかも辻がギャーっていくから、そうね、これぐらいうねってる感じでいいと思うけど、こっちで聞きます。 OK。あれ？ラビン。さっきの方が良かった。じゃあさっきのでお願いします。お疲れ。お疲れっす。やっちさん、よいしょー。素晴らしいっす。かっちゃって、ごめんなさい。いやいや、素晴らしいっす。素晴らしいよ。いやいや、これもう食う人は大取り次選手。ちょっと途中、食いに行ってくださいね、つっちさん。いや、俺ワンテイクで終わると思ってるから、俺お前と一緒に食わこうかな。ハードル。あの、途中で持ってくるから、ここに。すげえいい匂いしそうっすね、ここ。一番辛いよね、でも。一番辛いよね。この待ち時間さ、めっちゃ疲れる。待ち時間もそうだし、何時間引き続けんだよ。出来上がって、ある程度ちゃんとしたものに乗せなきゃいけないから。しかも俺も引くときにさ、引きすぎてさ、指吸っちゃって、さっき塩舐めたからね。吸っちゃったからもう塩舐めんって。この時間から辻はギターを取り始めます。ありがとう。ちょっと今日押してしまいましたね。あれ、なんか難しく考えとった。最初に1個のタラララララもなんか変やぞ。あれ、ちょっと流しながら。タラララララランランランラロ。違う。まあそれでやっ、今のでもいいんだけど。いや、俺は良くない。ここは譲らん。あの、タワーン、もう一回、もう一発また。バーンタラダラダラじゃない。バーンタンタンタラタラタラタンタンタンってことね。ダラダラダラダンダンダンだ、あのダンダンダンと俺のダンダンダンが被るようにしたいってこと。え、聞こえなかった。あ、もう分かりやすく、恥ずかしい。今さ、辻の矢っていう、これが正しい。その後から行こうかな。正しくてかっこいい。誰も気づく。これでいいテイクと。あの、
アンサンブルとして辻が残ってくれるんだったらちゃんと残ってそのフレーズ見えれば俺は別にそのブーストしなくても、うん、あーそうなんだ、うん、ならもう一回ちょっといいテイク取っとこう、うん、ここで恐れずに進もう。いけ、おいよ、かっこいい。そうですね、チョーキングのとこへ変わってないっす。あ、リアや、リアや、これリアや、なるほど、リアだ。くそ、こっちか、これ大丈夫、うん、うん、疲れ、なんかさ、素晴らしい、最後、破壊神通じが出てきて曲がね、なんかね、塗り替えられた、勢力図が、うん、なんか、曲変わったな、曲が違う曲になって聞いたら分かる、いきます、はい、おはようございます。破壊神通じになったね、いいっすか、すごいな、いやもうね、なんかね令和の名曲やろこれ。なんかすごいことになったね。明日の準備は明日しようけど、うん、絶対ちゃんと9時には起きて音は早めに作ろう。今日は終わり、ありがとうございました、ありがとうございました。ちょっととりあえずお疲れ様でした、ありがとうございました。初日はクイニュースの曲なんとか OK を、お疲れ様でした。急なオファーで。いや、じゃあもう全然僕は楽しかったんですけど、むしろ皆さんちょっと長い間すいませんでした。長い時間かけて。3週間もたっとらんぐらいから、これ。うん、すごい、そうだね。早い。早い、プロジェクトで、あの、ご迷惑をおかけしたかったんですが、無事できて、はい、明日歌いで頑張りましょう。頑張りましょう。あの、インディア人もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとか山の国で、ギリギリのスケジュールに、なんとか行きました。ありがとうございます。じゃあ、感謝の意を。リーダー辻友高氏に一言いただきたいと思っておりますので、はい、拝聴お願いいたします、はい、よろしくお願いします。嫁が、はい、よいしょ、やっぱりこれが新鮮な嫁って言ったね今嫁のうまい、美味しいね、嫁いないやつも嫁のってておるわい、肉おるわい、あ、さっきでも結構私食べててじゃあ、リレーでおかげ、まあおかげでもいいよ、うん、もしかして、うん、てかその2世間じゃなくていい、あのもう本当に機械みたいな感じでいいから、うんうんうん、やるとしたら、あ、やってみて、それはなくて、うん、うまくやってくれて、トータルのジャッジは流した、うん、細かいところだけちょいちょい見つつ、これってナチュラルにいける、ちょっとやってみようかな、確かにもう微妙なんだよな、そう、そこのね、あのあんまり張りすぎると、うん、強すぎて俺あんまり、うん、なんか水木くんの俺の理想の水木くんじゃなるのところにいてほしいから、なんかでもちょっと楽園の君みたいに綺麗に収めたくないのはあるの、あ、やりたいところはやっぱガッていきたい、もうちょっとテンション高く高くいきたい、バンドっぽく、うん、思い出と切られるまで君の偽物を見た3月の通りで木蓮の花を見ていた大きなお腹を抱え二人のし、テンション高い、大きなお腹を抱えだけは下げていいと思う、ニュアンス的にはあの、うん、ドロップしていく感じの方がいい、うんうん、はいはい、でもまあ全体的にはすごくいいので、いや、いいっす、同じ感じで、はい、そこだけ意識してもう一回ください、3に行きます、やばい、ちょっと一回休憩するね、OK、
伏せ返るような全部等間隔になるんですね。ちょっと一瞬フラってきたもん、俺は押し込んで。そうだね。そう、多分ピッチ的にはかなり高いところを生かされるし、あとはリズムと、まあブレスの位置も結構難しいから、一発のブレスで結構長く打たなかったりとかいけない。大国光さんが全部来てもいいみたいなことを言ってくれたんで、マジ？はい。そしたらもうその方が締まると思ったし、バリュー的に最高だと思ったんですけど、皆さんが良ければ。国光がいけるな。やろうぜ。全箇所行った方がいいみたいな空気出しがあったんで。初日で、まあ、告知もそれで変わってくるってところで。まあ、初日で失踪しなければいいけど。それはそれバリューだけど、ね。取っといた今。いや、もうすべてもういい。すべてのあれをでバーンとなって。色消化したら、わかんないわかんない。余計わかんない。やば、混乱させられた。さっき三島がトイレ行った時にさ、何俺もトイレ行きたいって言って一緒に入ってたよ。意味がわからんかった。意味がわからんかった。でもちょっちゃ追い出されとったからな。ちゃんと追い出されてしかもさ、ごめんって言ったわね。ごめんごめんって言って。いや、俺も先に行くのさ、負けちゃったんですよ。先に取られちゃってめっちゃ惚れそうで。俺も行きたい。今日はですね、レコーディング2日目の夜、俺が料理を作ります。ただ10人いるんでね、多いんですよ。なんでちょっとだけ作り置きしました。何を作るんですか？今日はですね、まず家でバーニャカウダを作りました。6房のニンニクを剥いて、牛乳で煮て、アンチョビで混ぜて、オリーブオイルと塩混ぜて、それとニンニクの南蛮漬け作りましたね。これ家から持ってきた耐熱皿いっぱい持ってきたんで、チンして OK です。いいだろう。後から、後からいいよ。いいだろう。ベストオブザスーパーシネマです。ベストオブザスーパーシネマ。分かります。これはなぜかというと、新日のジュニアのヘビー級のリーグ戦がベストオブザスーパージュニアっていうのがあって。それがすごく良かったんです。いいと思いますよ。で、数字2009から2013とか、2013から2019とかにするか、レッドサイド、ブルーサイドとか、色にするか、どっちがいい？それをお任せします。で、ツアー名はベストオブザスーパーシネマジャパンツアーです。それ、大文字でいいんだよね？うん、意味があるんだよね、大文字。いや、シネマが、小文字じゃないですか、うん、で、なんか大文字小文字混じるの嫌だなと思ったんで、全部大文字の方が字面が良かったです。で、瞳は覚醒の三茶編です。ちょっとよくわからないですが、なんか日比谷編と五郎が同じのが良かったんで、そうしました。アーティストっぽい連絡の方が見て、飯田くんの飯だ。よいしょ。あ、それ使わせてもらおう。飯田くんの飯だ。もういいよ。ベースと一緒にできんの？まあでも一人で例えばやるってことを考えたら、まあ歌わないかもしれないけど、
なんとなく帳尻を合わせるわ、そこで俺が役にするわ。2468でやるなだにみたいな感じ。まあまあまあ、うまいことの方がいいかな。なんで、あ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 、懐かしい、うん、いいね。これで、どうする、ちょっと、なんか歪ましといた方が気分上がる。俺は、リズム感的には、うん、ずらしたい。うん、え、ずらしたいってそういう話じゃなくて、あ、いや、歪みをちょっと、あらかじめドライブしといた方が気持ちいいかなと思ったの。その方がありがたい。じゃあ、ちょっと、なんか、プラグイン させていただきます。最後さ、叫び残ったじゃん。あれ、三島歌いながらベースに残るのが弾けない。まあ、いや、情けない感じで、なんてばするわ叫びながらトゥ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 ンって残ることになるけど大丈夫なのかなと考えるわ。差が出たね。こういう背中合わせて。引けんのそれで。じゃあ鳥居さんは通り全部終わりです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。全然楽しかったです。ミックスは来るんで、来てくるんで、うん、打ち上げ等はその日に考えましょう。まあまあ、まあ、うまくやってください。ありがとうございます。今日はおい、お疲れ様、お疲れ様でしたということで。ありがとうございました。帰りましょう、早めに。しましたけど、感想言ってください。総じてナポレオンです。うちらは、音楽界のナポレオンになろうと思い音楽業界に入りました。やっと、ナポレオン、手に入りましたので、今度の、新曲、ツアーはすごいことになるでしょう。完。はい。じゃあ3分待っていいですか。直前だったら多分そわそわし始めますから。最後セクションに入ったあたりでもう自分で分かるんで来たな。そろそろ準備せなって。表で見てる場合じゃねえって多分なると思う。クノの女装可愛かったな。今言うな。おしゃれだよ、オッケー出したら。おしゃれ。やばい。おしゃれ。はい。おめでとう。さっきね、本番前に突然、本当に SE になったぐらいに、うん、辻が、え、てかあれなんであんな可愛いの？辻バズり起こしたから。
辺にやって、バシャンってなって、流れのままドラムインになるのね、海に着いて。で、あとは、野となれ、山となれっていう感じで。いや、練習は一回。そして、辻が入ってたから、イントロ音源の半分だから。リハビタ歌わないね。そうと、まあでも音源の半分かどうかもちょっと分からんけどやってる。マジで言った俺がハーモニカ最初に吹いてるから。マジかよ。いや分かった、まあなんか雰囲気でやります。まあ、歌さえあれば多分大丈夫。歌もちょっとあのイスパーで歌ってるからでもリハだと使いたくないんで、ごめんね。いや 謎解きが始まってる。ゲストに全然優しくない。謎解きあるよ。せーの、言わせる。ベンノ？コラムです。なんでスタッフの皆さんこんな笑ってくれないんですか。なんでこんな刑務所みたいな。, 笑わないのが ちょっと怒ってる。メガネの。メガネの。メガネのミキ。チェーン。やってみます。頭を活性化するためにチョコ食べてますね。でも緊張してるから気持ち悪いんですよ、いつもチョコ食べる。全然いらない。しゃ、楽しもう。ちょっと待って、気になるから。第2で、もう一回。
準備できたらアンコール1楽園の君です。流れてくれてスキップいきます。じゃあよろしくお願いします。渋谷イライブしたからその流れを。何してフロアにパンキー。あーいだ。あ、じゃあ今日本当にえ本当にあやばい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 。ちょっと待って今リーダーが言う流れだ。リーダーって言ったの。リーダー違う違う。リーダーお願いします。リーダーだ。俺もリーダー今リーダー君。リーダーお願いします。リーダーだし。リーダーだし。ちょっと聞いちゃう。なんか聞いちゃう。今なんかやられたのか。カズさんお願いします。一言お願いします。乾杯。かまされたと思ったわ。いや俺も言いたって聞こえたから本当に。さっき衝撃の事実気づいたけど、メガネちゃん忘れたい。あ本当だ。誰も指摘しなかったけど。そうだね。これの方がいいよ。いいよ。誰かと思ってたわ。誰かと思ってたわ。なくねえか。みんなそれで判別してたところある。それは絶対ないやつ。海星何練習してるかって海についてですか。自分の曲でも何でもないけど一番練習せないやん。寒いんだよな。うわ冷たい。よしよし、よしよし、あああ、ゲロ吐きそう。よっしゃ、お願いします。大丈夫。お願いします。よっしゃ。お願いします。よっしゃ。上京して、ずっと住んでた町だったんですよ。ねえ、まあ、上京じゃないんだけどさ、埼玉のさ。マジでこっから徒歩2、3分のとこに一軒家借りて住んだんですよ。そう冗談はしたときさよくね、ほんとメンバー4人だけで一軒家住んでよく解散したかったなって。すごいよ、今考えると絶対無理だよな。すげえよ。完全体じゃなくて、クリームズちょっと体調というよりもちょっとメガネのチェーンを忘れちゃったちょっとそこだけがすいません、ちょっと待ってください。 100% の状態でクリームズがそういう時の低いが残ってます。あっちが本体って噂もあるから。そうかね。
けバタついたんだよな。飲む？どうこれ、こういう CM、はい、こういう CM、 CM ほろ酔いだったらよかったで、それかせや丸くなるな、星になる。絶対捕まえやん。ちょっとな、辻さん、一言よろしくお願いします。昨日乾杯。よろしくお願いします。いやもう無理やり他のライブもついていくんで、これから終わんねっす、終わらせないっす。俺まだ出ないから。アイデンティティでもあるのに、チェーンなくしてしまって高松ではない状態でやって、どうにかなっちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、今日はフル装備で。その上着込みでフル装備ってことで、うん、え？その上着込みでフル装備ってことで。そうそうそう、指差し確認してきた。指差し確認してた。顔じゃみをして。多くの人に伝えたいと思ってるんですよ、あのこのベストを作ってみて、まああとその後実はまだ作ってる曲っていっぱいあるんですけど、それがあのいつ出せるか分かんないんですけども、それをどんどん、アウトプットしていきたいし、あのその過程に皆さんと一緒に大きくなって、大きくなってというか、もっといろんな人に伝えていければいいなと野望がありますし、まあ、例えば武道館とか僕らのライブ見たくないですか、武道館で。いけると思わない、それぐらいの人と見たいと思わない、俺のこと。そこまで皆さんと一緒に行きたいと思ってますので、よろしくお願いします。そして改めて、おそらく高橋邦光、彼も今年のストライクでガンガン動いていく予定ですし、あのまずは仙台に彼を連れてくることができて本当に光栄に思います。改めて大きな拍手を。ありがとうございます。さん、一言よろしくお願いします。最近乾杯。めっちゃ受けてくる。いいな、新鮮な反応や。なかなか反応ない。こんなに受ける。なんかスキャンして。まあなんかね、もうそれもなんかもうちょっとあれじゃない。違います。もう思い出の中でもう
投じ込めるしかないよね。うわ、うん、だってもうこれとかね、もういなくなっちゃってる人だし、うん、もうこれだけ抜いとこうかな。それだけ抜こうよ。このだけ他にいない人や。いない人いない？カオスだね。すごいね。ありがとうございます。外で行って、この様子見てもらって、もう一回開くかな、これ。ツアーファイナルです。ファイナルが名古屋っていうのはね、久しぶりなんですよ、多分。名古屋の友達もいっぱい見に来てくれるんで、いいとこ見せれるように踏ん張ります。で、絶対嫌や。俺その間しかもずっと緊張してるから。絶対嫌や。それを10カ所頑張るぞ。成功して終わりたいわ。コミュニティが最初に言ってくれたら今日全部発表ってことは。あ、そうなんですか。じゃあ楽しもう。1個残すだけよ。よっしゃ、楽しもう。はい、これでやります。じゃあさ、ファイナルよろしくお願いします。なんかいいチームで回ってこれて最後迎えられて、しかもまさかベストアルバムをね、本当に改めて言うんだけど自分たちが出すなんて思ってないわけなんですよ。高1からずっとやっていて、大学は名古屋で大学の通ったりしてこれずっとやってて、まさか自分たちがなんか最初の方はあと2年あと2年あと3年って続けてこれた、なんとか目標を持ってやってきて、で自分たちのベストアルバムを出せるようなバンドになるって本当に本当に皆さんのおかげだなと思っております。ありがとうございます。ベストアルバム作るにあたって新世界と新曲と、もう一つはクリミツと5人で作った曲があって、本当にこの曲ができたくれたおかげで本当にいろんなものがつながったと思うんですよ。
関係も、5人の関係も、スタッフとの関係も、お客さんとの関係も、その空白だった7年間も、全部がこれができてよかったんじゃないかと本当に心から思ってますし、なかなか今後この曲5人でやることそんなにないかもしれないんですけど、何度でももちろん音源があれば何でもいい、サブスクでも何でもいいから、いつでもなんかふと思い出してこの先も何年も何年も聴いてくれたら嬉しいです。どうもありがとう。じゃあラスト5人で終了という曲を聴いてください。今日どうもありがとうございました。
世界並ぶ影伸びて交わらない願い光まだ知らない景色探していたんだ。ただ一つ約束交わそう。僕らだけの名前を呼び合って僕らだけの喜び分かち合った。僕らだけの言葉で確かめて僕らだけの痛みを抱きしめた。この世界のどこか未来で会える忘れないなんて僕のこと時よ止まれ冷たく